これより後半戦に入ります。六甲学院高校キックオフ、キッカー16番滝谷高校、6番と20番がリターナー。このキックはエンドゾーンに入りタッチワーク。滝谷高校自陣20ヤードからの攻撃となります。滝谷高校自陣20ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。クォーターバック7番ハンドオフへから自らキープ、カットバックを切り中央縫うように走りファーストダウン獲得です。滝谷高校自陣31ヤードからファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック7番ここでプレーアクションパス、しかしこれを取ったのは六甲学院高校、攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院相手陣23ヤードからファーストダウン10。左パワーのロンリーセンター85番ダイブプレーでそのまま相手のディフェンスをすり抜けていき大きくゲイン、そのエンドゾーンまで駆け抜けタッチダウン。六甲学院6点獲得。六甲学院高校トライ4ポイント、キッカー10番、キック成功1点追加。六甲学院高校20点、滝谷高校6点。六甲学院高校キックオフ、キッカー16番のゾーンに入りタッチワーク。滝谷高校自陣20ヤードからの攻撃となります。
滝川高校自陣20ヤードからファーストダウン点。何枠20番ハンドオフから中央突破を図り約6ヤードのゲイン。滝川高校自陣26ヤードからセカンドダウン4。パス成功。ファースター。クォーターバック6番。プレイアクションからワイドレシーバー7番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。滝川高校自陣39ヤードからファーストダウン点。何枠20番ハンドオフから中央突破を図りましたが、これは六甲ディフェンス集まりよくノーゲイン、セカンダウンに変わります。滝川高校ハーフウェイからセカンダウン点。7番ハンドオフェイから自らキープを図りましたが、これは六甲学院集まりよくノーゲイン、サードダウンに変わります。滝川高校サードダウン点、ボールオンハーフウェイ。クォーターバック6番パスを投じようとしましたが、プレッシャーから右へ流れつつそのまま外へ出ました。フォースダウンに変わります。滝川高校フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。パントによる陣地挽回を図るプレーです。六甲学院22番、これを自陣25ヤード付近でウォールデッド、攻守交代です。六甲学院自陣24ヤードからファーストダウン点。左パワーのロンリーセンター。ナイスファーストランニバック38番、ハンドオフから中央突破、そこから右にバーンアウトし大きくゲイン、ファーストダウン。六甲学院相手陣25ヤードからファーストダウン点。左パワーのロンリーセンター。
バックアイにシフト。滝はナイスディフェンス。ここでクォーターバック32番8枚のヒッチパス。しかしこれは滝川ブリッツしアジャストし約3ヤードロス。六甲学院相手陣28ヤードからセカンドダウン13。ヒアリパーノロンにセンター。フランカー22番ジェットモーションスイープ。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。不正なシフト。先ほどプレー中、プレー開始前に2人動いておりました。オフェンスはプレー開始前に動いているのは1人だけと限定されています。したがってこれは反則となり5ヤード抜体となります。ここでウォーターブレイクが入ります。六甲学院相手陣33ヤードからセカンドダウン18。ヒアリパワーのロンリーセンター。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。エンクローチメント。不正なポジショニングでスタートをしました。プレー開始前の反則なので自動的に5ヤード抜体となります。六甲学院、5ヤード下がってセカンドダウンやり直しとなります。六甲学院相手陣38ヤードからセカンドダウン23。右パワーのロンリーセンター。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート。不正なスタートを切りました。
全員が揃ってスタートしなければオフェンスはいけません。5ヤードさらにバッタイとなります。六甲学院、ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。六甲学院、オフェンスのミスが続いているため、ここで一旦仕切り直すためにタイムアウトを取ったとものと思われます。六甲学院、後半2回目のタイムアウトを取りました。六甲学院、セカンダウン28、ボールオン自陣47ヤード。右パワーのロンリーセンター、クォーターバック32番、パスを投げ落とし右ロールアウトしてスクランブル。ゲインはしておりますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手を捕まえてはいけません。10ヤードバッタイとなり、さらに下がってセカンダウンやり直しです。六甲学院、自陣37ヤードからセカンドダウン38、攻撃権更新には38ヤードの獲得が必要です。六甲学院、左のパワーのロンリーセンター、パス不成功。クォーターバック32番、右に流れながらパス、ターゲット20番、しかしこれはパスがショートし、パス不成功、サードダウンに変わります。六甲学院、自陣37ヤードからサードダウン38。右パワーロンリーセンター、
クォーターバック32番ランニー枠26番にパスを通し、26番キャッチアンドラン、しかしフォースダウンに変わります。ロコ学院フォースダウン30、パントフォーメーションを選択します。パンター10番トリックプレイ、ピッケーファースター。ここで六甲学院トリックプレイ、パントキックをボールの開始点を越さずに手前のレシーバー13番に蹴りました。このパスは、このキックは前パス扱いとなります。したがって13番キャッチアンドラン、そこから相手ディフェンスを縫うように走り抜け、大きな前進ファースト。六甲学院相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。ここで滝川高校後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレー補足します。パントはボールが開始した地点を超えた段階で攻撃権放棄となります。超えなかった場合はボールファンブル、前パスと同じ扱いです。しかも特殊なケースであり、これはラインがとってもいい前パスです。これをパンターは、13番に蹴りました。13番はボールが超えていない地点でキャッチしておりますので、持って走る権利があります。したがって先ほどのプレーは有効、スペシャルプレーにより六甲学院ファーストダウン。六甲学院相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。中央へのランプレー、キャリア85番、ゲインは約3ヤード。六甲学院相手陣6ヤードからセカンドダウン2ゴール。再び中央へのダイブプレー、キャリア85番、さらに前進サーダウンに変わります。ここでホイッスル、レフリータイムアウトです。六甲学院サーダウン2ゴール、残り1ヤード。
これは滝川ナイスです。再びダイブプレーでしたが、これは滝川高校が止めました。フォースダウンに変わります。六甲学院フォースダウン残り1ヤード、フィールドゴールチョイス、キッカー10番。キック失敗、無得点。攻守交代です。ターンオーバー。滝川高校自陣20ヤードからファーストダウン点。六甲学院ナイスです。ランニングバック6番、ハンドオフから右オープンへのダウンを狙いましたが、これは六甲学院ディフェンス集まりよく約6ヤードロス。滝川高校自陣14ヤードからセカンドダウン16。パス不成功。クォーターバック7番、ワイドレシーバー6番のパスでしたが、これはパスカットされパス不成功です。サードダウンに変わります。滝川高校自陣14ヤードからサードダウン16。パス不成功。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルモーション、不正なモーションでプレーを始めました。しかしこの反則を6校は取りません。ダウンを進めフォースダウンとします。アメリカンフットボールは反則をされたチームが選べる反則があります。今回は六甲学院、反則を取らずフォースダウンにすることを選択しました。滝川高校自陣14ヤードからフォースダウン16。パントフォーメーション、このパントシャンク、自陣を脱することができず、滝川陣30ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。六甲学院相手陣25ヤードからファーストダウン10。右パワーのロンリーセンターバックアイ、ナイスファースター。
フランカー8番ジェットモーションからトスを受け左オープンに展開してそこから縦に切り上がり大きくゲイン、ファースター。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして六甲学院高校20点、滝川高校6点、第4攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。